男性はこんな瞬間に出会った女性に対して魂レベルでのご縁を感じてしまうんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスということで、恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性が関わっている女性に対して魂が震えるような思い、彼女とはやっぱりご縁があるに違いない、そんな風に感じてしまう瞬間、そこにはいくつかの特徴があるんです。今日はその代表的なものを7つご紹介をしていこうと思います。人間のね、心の奥底というか、まあ、いわゆるこう潜在意識の問題については、こういうセミナーなんかでもね、詳しくご紹介をさせていただいています。あなたの心の奥底にある本当の自分の姿をね、発見してそれを実現していくためにはどうするかというような話、こちらに画像が出ていまして、日程場所下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらからね、ホームページに飛んでいただくとか、こちらにも同様のリンク出ていますから、こちらからホームページ飛んでいただいて、日程場所をご確認いただいて、ご都合よければぜひこちらにね、遊びに来ていただければいいんだが、まあ、今日は男性が日常のね、関わりの中で女性に対して、あ、彼女とはやはり何かつながりがあるよね、あ、本当に魂がビビッときました、なぜだろうというふうにこう感じてしまうその瞬間、7つご紹介をしていこうと思っています。もちろんここでご紹介差し上げる話、すべてのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと、あなたの状況や環境、そして心の状態をお伺いさせていただきながら、より実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます。これも下の概要欄説明欄にリンク出ています。こちらからホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらからホームページに飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。近々の日程が大変混み合っていて、ご希望の日時のお予約少し取りづらくなっていますので、先の予定を余裕を持ってお申し込みください。ということで、今日は男性が魂レベルでご縁があるんじゃないか、そんな風に感じてしまう瞬間ですね。7ついきたいと思います。1つ目はこちらです。はい、お互いが全てを自然に話すことができるときに、あれ、ひょっとして彼女とは何かつながりがあるんじゃないか、そんな風に感じてしまうことがある。人は誰であれですよ、お相手に対して多少の気を使うんで、それが家族であろうがね、まあ夫婦みたいな長年連れ添った関係だとしても、自分じゃないから、その人の気分を悪くしちゃいけないなとか、傷つけてはいけないなとか、情報をね、正しく伝えなければいけないなということで、それなりに気を使って会話をするじゃないですか。それがいいとか悪いとかではなくて、そういうものだという前提でね、お話し差し上げると、それはやっぱりストレスなんですよね。そのストレスの強弱という問題もあるが、人と会話をすること、自分のことを話をすることに対してそれなりのストレスがかかる、負担がかかるんです。しかしその負担やストレスみたいなものはね、一切感じない。なんか自然にね、自分のことをいくらでも話しすることができるよね。あれ、なんだろう、この人なんか俺のことをすごく自然に話できるな、自分のことってあんまり人に話さないんだけど、なんで彼女には話ができるんだろう、そんな風に感じてしまう。それはひょっとしてあなたもね、そう感じることがあるかもしれない。誰かに対してね、その人に対して恋愛感情があるかないかという問題ではなくて、あ、なんかこの人とはつながってる感じがするよね、あ、こんなに自然に自分の話ができる人って他にいるかな、いや、いないな、なんていうふうにこう感じてしまうことってあると思うんです。そして話そのものがね、全くストレスがなくて、むしろ心地いい、そんなにね、こう隠し事をするわけでもなく、駆け引きをすることでもなく、なんとなくね、もう普通に呼吸をするように誰かと話をすることができる。それでお相手が傷つくとかね、不快になることもなく、お相手もそれで喜んでくれて、自分も心地いい。あれ、なんだろうな、まあ、それは単なるね、まあ、相性が良かったとか、まあ、単純に、まあ、その場その時その瞬間のね、空気感がたまたまそうだったっていうだけかもしれないが、まあ、そんな風に感じてしまうと、他にそういう人があまりいないし、そういう経験をすること自体がそんなにないから、そう思えるお相手はやっぱり自分にとって特別な人なんではないかな、やっぱり魂レベルでご縁があるんじゃないかな、というふうに感じてしまうことがあるということでした。そして2番目はこちらです。はい、まあ、1番目の話とね、近いんですけど、やっぱり初めて会った気がしないお相手に対しては、あれ、なんだろう、すっごく懐かしい感じがする、あれ、ひょっとしてこれは前世か、いや、前前世の記憶か、なんていうことをもう考えてしまうことが少なくない。まあ、これもね、単純に誤解錯覚勘違いであることの方が圧倒的に多いし、まあ、たまたまその場のね、空気感でそんな風に見えてしまうだけであったりもするんだけども、でも人ってね、どうしても原因が
何か知らないとその結果に対しての納得感がないんですよね。じゃあこの原因っていうのが単なる偶然といえばそれまでで話が終わってしまうから、いやこの原因は何だろう、やっぱり前世か前々世か、いやこれはやっぱり魂レベルでつながってるかもしれない、いやツインレイかもしれないぞ、なんていうふうにこう感じてしまうことがある。本当にね、まあ、一番目にも申し上げたようにちょっとこうその場の空気感で、あこの人なんか前にもあったような気がするな、あこの感覚ってすごく懐かしい感じがするな、まあ、振り返ってみればね、まあ、同じような感覚を過去に体験したっていうそれだけのことで、その記憶がねちょっと蘇ってるだけの話ではあるんだけども、だけどもやっぱりそんな思いがあるから、まあ、どうも彼はねなんか初めて会った気がしないよね、あれなんか昔会ったことあるみたいなことをちょいちょい聞いてくる時というのは、なんかね彼の中であれこの人すごくご縁がある人かもしれないな、この関係もっと深めていかなきゃいけないのかもしれない、なんていうふうに、まあ、はっきりと思っているわけではないんでしょうけど、そんな感覚にとらわれていることが多かったりもする。これがねじゃあさっきも言ったように恋愛関係に発展するかしないかっていうとはまた別の問題ではあるんだけど、ただ人間関係のね最初のステップとして、あ彼女との関係を深めていきたいな、まあ深めていくことにひょっとして意味があるんじゃないかなっていうふうに彼が考えている場面であることが多いというお話、まあ、なんでねこういうお話を前にもご紹介差し上げたと思いますけど、まあ、好きか嫌いかという問題ではなくてね、やっぱりこうこの人と相性いいんちゃうかなとかね、あこの人やっぱり俺にとって必要な人なんちゃうかななんて思う時には、まあ、実際に態度や行動でねこういうふうに、まあ、あなたに示しますよというお話、こちらに画像が出ていてこちらにリンク先も出てます。関連する動画は他にもいくつかご紹介差し上げているので、チャンネルをご登録いただいてね合わせてご覧になっていただければいいんだが、彼がまあそうやってねあなたに対してあれなんか初めて会った気しないよねなんていうふうに考える時というのは、言ってる時というのは、まあ、そんなふうに思っていることがあるのではないでしょうかというお話でした。さあそして3番目こちらです。はい、まあこれも男性も女性もですよね、ありえないような場所でね、まあ、会ってしまったりするとあれひょっとしてつながってんのかなというふうに思ってしまうことってあるじゃないですか。まあもともとねお互い知っていました、まあ、会社でね、まあ結構お付き合い長いですと、ただ全くね全然2人とも縁もゆかりもないようなたまたま行った旅行先なんかでね、あれなんでこんな場所で会うんだろうとかね、あれ前ここ住んでたの、いや俺もねその近所で住んでたんだよねとかね、全く接点がなさそうなところでたまたま会ってしまいました。それこそね渋谷のスクランブル交差点とかでさ、あれだけ人がいっぱいいる中で、あれなんでここで会うんだ、これだけのね人がいる中でこれだけの群衆の中であの人を見つける、自分を見つけてくれる、これってやっぱりひょっとしてなんかあるんじゃないか、二人ともつながってるんじゃないかななんていうふうに感じてしまうこともある、まあ、これもねくどいようですけど言ってしまえば偶然である要素の方が圧倒的に高いんだけども、やっぱりそういう時ってさなんか意味を見出したくなってしまうじゃないですか。その時にまあ男性も女性もね何を考えるかというと、まあ偶然ということでね処理するよりは、あれひょっとして何かあるんじゃないか、じゃあだったら彼女ともうちょっと関係を深めた方がいいのかなとか、まあ、この関係ってねもうちょっと深掘りする方が、まあ、2人にとって価値があるんじゃないかな、じゃあちょっと連絡先交換してまた連絡しようかななんていうふうに感じてしまっていることもあったりするので、まあ、そういうことがね頻繁ではなかったとしても、まあ、ちょいちょいねなんか発生しているような時というのは彼はあなたに対してそんな印象を抱いていることがあるので、まあ、あなたが彼とね距離をもうちょっと縮めていきたいなっていう思うんであるならば、まあ、そういうことがあったよねなんて話をちょっと、まあ、掘り起こしてきてね、彼にアプローチをしてあげていただくと、あそうか言われてみればそうだよね、やっぱりつながってるのかなっていう話になっていくこともあり得るという、そんなお話でした。さあそして4番目、はい、お互いにね、執着し合わない関係なんですよね。いや好きだからとかね大切に思っているからこそ執着をするっていうのも考え方としてはありなんだが、本当につながってるお相手であるならばね、やっぱり執着しないんですよね。執着しないけど、まあ、1,2,3 に言ったようになぜかまた会う、なぜか関わるし、そしてなぜか気が合うということ、この人がいないとあかんと思ってる時というのはやっぱり切れてしまうと思っているから、この人がいないとあかんっていうふうに思ってしまうんですよね。これは男性も女性もですよ。いや別にこの人とは絶対つながってるし、この人とはまあまあどうせまた会うしね、まああんまり関わることもないよね今は、だけどどっかでねまたつながるだろうし、まあその時にまた結ばれればいいかなみたいなね、まあそんなこう軽い気持ちでいると、まあ実際にそういう人ってね意外に関わってしまったりすることって多かったりするじゃないですか。だからあなたに対してね彼が執着をしてこないというかやたら追っかけてこない、これは一体何なんだというふうに思うことがあるかもしれないが、それは逆に彼からするとね、いやどうせまた関わるしとか、どうせまたね彼女とはまあどっかで接点持つし、まあどっかで会うでしょうというふうに思っている、自然にねあなたの存在に対してネガティブでもなければ
まあ、ポジティブでもない、だけどまた関わるし、どこかでつながりあるから大丈夫だよねというような安心感を持っているから執着をしないと、まあ、逆に言うとね、執着をされている時っていうのは、まあ彼はね本当にまあ、つながりを持ってるというか、まあ、いわゆるシャバというかね、こう現世でなんとか彼女がいないといけないんじゃないかというふうにとらわれてしまっているから、なんかこうつながり見えたものというか、まあ、今の自分をね満たすことに対して欲求が高まっている。それは男女逆にしてもそうで、あなたも大概ねこの人じゃなきゃあかんなんて思ってる人とは、まあ、結局最後は切れちゃったりするじゃないですか。それよりもあれなんか別にこの人とは、まあ、どこで関わるからいいかなと思ってるぐらいの人との方が、まあ、腐れ縁的にね全然切れずにつながっていることの方が多いと思うんです。まあ、そういう意味で、まあ、お互いがねこう執着し合わないような関係っていうのは意外とね、まあ、男性から見た時に、まあ、女性からもそうなんでしょうけど、まあ、ご縁があるなというふうに思う存在だったりすることがあるという、そんなお話です。さあ、そして5番目はこちらです。はい、感覚がね合う人って言いますよね。まあ、この場合の感覚っていろいろあると思います。まあ、こういう映画が好きとか、まあ、こういうご飯が好きとかね、まあ、こういう匂いが好きとか、まあ、それこそ体の問題ということであるならば、体を重ねた時に、まあ、その感覚がすごく合うとか、この感覚の問題ってね、やっぱりなかなか言葉で表すことができない。なんで彼女とは感覚が合うんだろうか。なんか彼女といるとすごくお心穏やかになれるよね。彼女の肌触り、すごく自分のね心を安心させてくれる。そして彼女もねそう安心してくれる。この手をつないだ時の感覚、まあ、ハグした時の感覚、まあ、それこそ一緒にご飯を食べた時の感覚、それに対する味覚に対しての感覚とか、なんかどれもこれも合うんだけど、これ一体何なんだ、あ、やっぱりご縁があるんかとかね、あ、やっぱりなんかちょっとつながりあるのかもしれない、あれひょっとして魂が最初は一つだったかもしれない、あ、それっていわゆるツインレイかなんていうふうに考えてしまうことがある。まあ、ツインレイかというふうに思うかどうかは知りませんけど、まあ、何かしらね関係あるんじゃないかな。で、なぜならばこれもね途中何度申し上げているように、やっぱりそういうお相手ってなかなかいないじゃないですか。まあ、ちょっとねどっかで趣味が合うとか、なんか世界観が似通ってるよねっていうような人はいるかもしれないけど、まあ、何から何まで感覚合ってしまうよね。それは自分がそう思うだけではなくて、お相手もそう思ってくれてるということは、やっぱり特別な存在なんだよね。まあ、だから好きなのかとか、まあ、だからねじゃあこの彼女と付き合いたいのかっていうと、これもまた別の話ではあるけども、ただこの人と一緒にいること、この人とのご縁ってやっぱりすごく大事にするべきだよね。なぜならばやっぱり魂がつながっているというか、何かねやっぱり心の奥底でビビッとくるものがあるから、じゃあ大事な存在なんだ、じゃあ関係ちょっと深めていこうかなとかね、切らずにいようかなとか、まあ、どうせ切れることもないし、まあ、どうせね今後も付き合っていくことはできるから、まあ、なんとなくうまくやっていこうかなとかね、まあ、その感覚もいろいろあると思います。だからこそ彼はあなたに対してその感覚が合ってると感じた時に、やっぱご縁めいた何かというのを、まあ、思うことがあると。まあ、時にね体の相性の良し悪しみたいな話はね、先日もこういうお話の中でちょっとご紹介差し上げたんで、このあたりをねご覧になっていただくといいと思います。こちらに画像が出ていて、こちらにリンクも出ています。まあ、このあたりでね、まあ、体の相性の良し悪しがイコールご縁かっていうとそうじゃないんでしょうけど、まあ、そういうところからもね、まあ、ご縁めいた何かっていうのを感じることがありますよねという、そんなお話でした。そして6番目こちらです。はい、間が合う人って言いますよね。この間というのは、まあ、何かというと会話の間かもしれないし、まあ、なんかねお互いを必要とした時になぜかそこにいるとか、まあ、誰かね誰か助けてくんないかなって言った時に、まあ、たまたまその人がいてくれて助けてくれるとか何でもいいと思うんです。まあ、会話をしていてもね、なんかどうなんでしょう、こうお互いの間ってね必ずあると思うんですけど、その間があんまりこうおかしくならないというか、会話をねまあ、被せることもないし、まあ、なんかね一方が話をしている話を全く違う話でね否定するようなこともなかったりとか、なんとなく自然に会話ができたりとか、まあ、今言ったように、まあ、なんか必要だなと思う時にその人が現れるとか、まあ、ちょっと今一人になりたいなっていう時に、なんか自然にね意識してるわけじゃないんだけど離れていってくれるとか、なんかいつもちょうどいい時にいたりとか、まあ、いつもちょうどいい時にいなくなったりとか、またね一緒にいてもそんなに不自然な感じがないと、まあ、いわゆる本当に間ですよね。この間がねすごくピタッと合う、まあ、これって何なんでしょうね。やっぱり呼吸が合うのか、まあ、タイミングが合うのか、それこそね偶然なのかとかね、まあ、要素はいろいろあると思います。しかし、まあ、その当事者となっている瞬間はどう思うかというと、これは一体何なのかなと、やっぱりご縁があるんじゃないかな、彼女とは不思議なつながりがあるんじゃないかな、そんな風に感じてしまうことがある。まあ、だからこそそういうお相手との関係をね大切にしたいと思うし、
そういう人との関係はね、やっぱり切れないから、まあまあなんかうまくやってもうかなというふうに感じることがありますよねという、そんなお話でした。さあ、そして最後7番目。はい。事態がね、やっぱり好転していった時ですよね。あなたと関わると何事もね、問題が解決していってしまう。まあ、これまではなかなかね、うまくいかないなと思っていたことも、あなたと関わるとトントン拍子にね、問題が片付いてしまう。これは一体何なんだと。まあそれこそね、単純にまあお二人の間が合うとかね、呼吸が合うとか感覚があったりするから、彼のメンタルが整って問題を解決していくことができるのかもしれないし、まああなたの持っている力とね、彼の持っている力というのが、まあ能力スキルの部分がね、たまたま合致して、まあ普段だったら出せない力を発揮することができるようになるだけなのかもしれないけど、ただ結果的にね、今までだったらちょっとうまくいかないなと思っていたことがなぜだかうまくいくようになるということは、やっぱり特別な存在だよね。彼女は俺にとって必要な存在でいなきゃいけないよね。まあ、具体的にね、やっぱり実利という意味でも彼女の存在はすごく大事だし、そしてその実利を感じるようなお相手っていうことは、まあ、それはやっぱりなんかつながりがあるからこうなってんだろうな。まあ、しかもね、街でばったり会ったり出くわしたりするし、まあ、それこそね、会話の間があったりするし、自分の全てを話せたりもするし、いろんなことがね、良くなっていくと。これは何なんだ。あ、やっぱり魂レベルでつながってるに違いないというふうに、まあ、そう考えるかどうかは分かりませんけどね、まあ、ただ何かしらあるんじゃないかなというふうに感じてしまうからこそ、その人との関係をね、大事にしたいと思う。こういう話の中でもね、ちょっとご紹介をさせていただきましたけど、まあ、大概物事がトントン拍子にうまくいくような人ってね、まあ、宝物のように大事に扱われるというか、まあ、大体そういう人ってね、まあ、男性も女性もそうなんですけど、大事にしたいよねという話、こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もあるってね、まあ、このあたりの話もちょっと見ていただきながら、まあ、あなたもね、そういう人っていると思うんですよね。まあ、それは相手が男性であれ女性であれ、その人と関わってるとなんか問題解決していくよねとかね、なんかいいこと起こるよね、まあ、もっと雑な言い方をすると運が良くなるよねっていうふうにこう感じるような人、逆にそうじゃない人とはやっぱりちょっとね、距離離れたいなとか、むしろご縁があるとは思いたくない、関わりたくない、ご縁があったらあったらそれを聞きたいっていうふうにね、まあ、思ってしまうことがあると思うんです。まあ、だから、あなたが彼にとってのまあラッキーガールであるとか、まあ、彼があなたにとってのね、ラッキーボーイであるっていうふうにこうお互いが思い合えるような関係になると、まあ、そこにね、ご縁めいた何かっていうのを感じることがありますよねという、そういうお話でした。ということで、全7項目ご紹介をさせていただきました。まあ、それぞれね、まあ、スピリチュアル的な考えでね、まあ、掘り下げていくと、本当はね、もうちょっと面白いんでしょうけど、まあ、実際のところはね、まあ、ほとんど単なる偶然であることの方が多いと。ただ、その偶然というのはね、結構大事で、途中にも申し上げたように、人は頭の中で偶然ということで問題を処理することができなくて、結果に対する原因を考えてしまう。その原因がいまいちよくわかんないから、じゃあそれはご縁だよねとか、魂がつながっているんだよねという話に、まあ、飛躍する方も少なくないと。ということは、そういう関係がある、つまり魂がビビッとくるようなご縁のある人だから、この関係ってね、大事にしていきたいなっていうふうに前のめりにね、気持ちがなっている時だったりもするので、それは男性女性問わずね、だったら彼がね、あ、こう感じてくれてるんだろうなっていうふうにあなたから見て分かるんだったら、そのタイミングでね、まあその関係を深めていくようなコミュニケーションを取っていただくと、まあ、もうちょっとね、2人の関係を良くしていくきっかけにしていただくことができるので、まあ、参考にしていただけるようであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。